はい、こんにちは。札幌占い美容師、早川の後藤です。今日はグレージュのグラデーションのカラーをしたいということなんですが、こんな感じのやつで、僕がちょっと思ったのが、彼女の髪質にあるんですけど、反射がちょっと綺麗になりづらい髪質で、結構細かい姿勢があるんですよ。ちょっとあって、でそれがつるってなんない限り、こういう綺麗な巻いても綺麗にならないんですよね。でハイトーンやられてもやっぱり、なんていうんですかね、ちょっと傷んでバサバサに見えちゃうっていうんですかね。メッシュ入れてもつるっとしたメッシュに絶対ならないんですよ。なんでバサバサっていうメッシュにどうやっても見えちゃうんですよ。でグレージュの色を入れたとしても、相当一回ストレートアイロン入れてそれから巻いたりとかしないとかなり綺麗に見えないということで、ちょっと時間がかなり厳しいかとは思うんですが、うちのフラットリートメントっていうのを、やります。でそれでトリートメントでまっすぐとりあえずして、その状態に今度カラーですね。本来ちょっと一緒にやらない方がいいメニューではあるんですが、そうでもしないと求めてる質感がちょっと出せないと思うんで、とにかく時短で全体をやろうかなと思うんですけど、であと彼女根元が相当メラニン色素がしっかりされてる髪なので、そこが赤く出やすいと思うんですよ。ちょっとオレンジっぽくなってしまったりとかっていうことありますか？オレンジというかアッシュにした時もちょっと赤み出ちゃうなみたいな。あ、赤みは出ます。そうですよね。そこを綺麗にはツヤと、なんか透明感っていうのをどうしても出したいので、出せる方法をちょっと考えて時間内でやっていきたいと思うので、やりながら考えます。ちょっと今浮かばないです。ではやっていきます。はい、はい、お願いします。7時半ぐらいから、ちょっとスタートするんですけど、ブリーチして、それからフラットリートメントっていうストレートにするトリートメントして、それからカラーを入れていきます。通常であれば5、6時間かかるメニューかなと思うんですが、時短バージョンでやります。とりあえず、こちらは、ブリーチ剤と、ですね、結構このコームを使うと何が違うかっていうと、ちょっとウィービング入れてるみたいな、細かいウィービング入れてるみたいな感じになります。こんな感じですね。塗るだけで、後でパレット使って毛先塗っていくので、全体にあえてなじませないで、メッシュ入れてる感じにしたいので、濡れてないところをわざと作っていきます。なんか適当に塗ってそうですが、この筋具合が分かると思うんですけど、この筋具合で大丈夫です。はい、フォームをアップしながら、フォームアップって何かっていうと、フォームを滑らしていきながら、根元の方はね、あんまりガッチリいかないようにして、筋をこういう風に作っていくんですね。ちょっと引っ張られると思うんですが、大丈夫ですか。ちょっと時間がないんで、時短バージョンなんで、ちょっとそこは皆さん見てる人が、あいつ引っ張りすぎだよってなってるかもしれないけど、しょうがないので、いや、たまにあるんですよ、コメントで頭痛そうとかこんなの知ってるよと思うんですけど、それで聞かせてもらえないんで、根元ぼかしていきます。このような感じでぼかしていきますね。なんか筋になってるの分かると思うんですけど、この筋がメッシュになります。で、彼女みたいな髪質はあまりメッシュにしない方がいいです。なぜかっていうと、乱反射がちょっと起きやすい髪質なので、逆にメッシュにすると汚く見えてしまいやすいですね。なので、あまりメッシュにしない方が僕はいいと思います。なのであえてなんとなくのメッシュっぽくしていく感じにします。こういう感じですかね。これで一応根元側のメッシュは終わりです。はい、根元をコームアウトさせていきながら、でコームアウトさせて、これ裏面がついてないのは分かると思うんですけど、あえてそうしてます。根元の方伸びてきた時にあんまりやりすぎるとプリンになるので、根元はあんまりつけないようにあえてしてます。ちょっと薄めぐらいにしておいてくださいね。上塗る時だけちょっと飛んじゃったらちょっと大変なんで。大丈夫ですか？はい、大丈夫。はい、目がスースーします。
ちょっとね、はい、そうそうそうなんですよ。でもブリーチってそうですよね。ちょっとだけ、そうですね、ちょっとだけパワーもちょっと違うのを混ぜてもらったりするかもしれない。根元をぼかしながら先にそのままコーミングすることによって縦のメッシュが入ります。はい、これでもうメッシュになってるんですよね。なんかこう筋になってるの分かると思うんですけど、これぐらいでいいんですね。で、これだけじゃダメで、そして、ここからなんですが、今度はリパレットを使います。リパレットは100均で作れます。はい、それは動画なんか見てください、載ってるんで。で、リパレットを使う理由としては、髪の毛っていうのは根元の量と毛先の量は違います。根元の量が例えば1000本だとしたら、毛先の量はそぎが入ってるので500本とかになります。これを同じ量のメッシュを入れてしまうと、根元の方がメッシュが多くなって毛先の方のメッシュが少なくなりますよね、そぎが入ってるので。なのでどうするかっていうと、毛先の方を多く入れないとダメなんですね、バランス的に考えると。なので毛先の方をこれから多く入れていきます。その時に必要なようなこのリパレットを使っていきます。で、リパレットどういう風に使っていくのかっていうと、ちょっとこのパレットを使って毛先に塗っていくんですけど、もう多分彼女の先の感じからするともう全部塗っちゃっていいぐらいなんですが、ここもあえて全部べったりなじまないぐらいに塗ります。この加減はちょっと難しいですね。これは完全になじまさない方がいいです。これで根元の量と毛先の量のブリーチの度合いっていうのが、毛先の量のブリーチの本数の方が多くなるっていう感じの計算になりますね。そうすることによってグラデーションが綺麗になります。全部塗っちゃうとちょっと奇抜になっちゃったりとかするので、このさじ加減は裏面ちょっと濡れてなかったりとかするぐらいの楽さで、僕はいいんではないかなと思います。これで毛先の方はちょっと多めに濡れてる感じですね。はい、なんでこういった大体2パネでこの辺は塗っちゃっていいですね。で、サイドですね。で、サイドの毛量っていうのはちょっと少ないんで、ここは薬剤をあんまり取りすぎちゃうと横だけパーンと明るくなってしまうんで、あんまりそのハケに薬をためない方がいいと思います。このような感じで塗っていきますね。これで終わりですね、この時ですね。で、毛先を持っていきます。終わりです。これぐらいのスピードでやっていくと早いですよね。で、ちょっとしたらもう終わりなんで、早いです。終わりました。すごい時短、めちゃめちゃ早いです。そうです、粉はすごい、うん、はい、これでブリーチが終わりました。で、これでちょっと時間放置していきたいと思います。今ブリーチをしてトリートメントの、前処理剤というか地剤をちょっとつけて、これからアイロン入っていきます。はい、今日、はい、終わりました。結構巻きでやったので、結構メニューが濃かったので、いろいろやりました。ブリーチしてストレートにして色入れてみたいな感じですね。あとちょっと切りました。はい、どうでしたか。なんか結構ちょっと真っ黒になりましたよね。すごいストレートになりました。私もほんと薬なんで、それ結構強いんですけど、でもみんなの真っ黒になって、はい、結構難しいかもね。通常矯正だけで、矯正っていうかそのストレートだけで担当してもちょっと難しい女性のモデルさんなので、ちょっとじっくりやりたかったかなと思うんで、今日はちょっとじっくりできなかったですけど、色も結構赤み出やすいんですけど、かなりグレージュになったのでいいかなと思うんですよね。はい、すごく色抜けもね、多分すごく綺麗に抜けてくるはずなので、これから楽しめると思います。はい、頑張ってます。もうちょっとね、彼女ロングの方が似合いそうな気がしたんですけど、今日ダメージがすごすぎてちょっと少し2センチぐらい切っちゃったんですよね。と枝毛っていうかな、なんかその生え替わりの結果、そぎの毛なのか分かんないですけど、すごい中にあって、
それが逆に膨れちゃうからそれをかなり切るのに時間がちょっとかかりました。なんか手触りは手触り意外と手触りは良かったです。大丈夫ですか今。はい、はい、終わります、はい、じゃあ皆さんチャンネル登録お願いします。じゃあねー、バイバーイ。